日本の未来への思いや、春に咲き誇る桜、冬の白石川に飛来する白鳥を表現いたします。それでは有頂天の皆さんです。よろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介にありました、宮城県は仙台市より参りました有頂天と申します。この栃木よさこい、宇都宮よさこい、失礼しました、初めての参加とさせていただきますけれども、とてもお客さんこんなに多いだなんて想像もしてなかったです。ちょっとメンバーみんな緊張気味ではありますけれども、精一杯踊らせていただきたいと思います。さあ、我々地元仙台の祭りといえば道の区よそこい祭り、ちょっとは聞いたことあるかなと思いますけれども、今年も10月の12日13日の2日間にわたって、開催されます。決定しました。ぜひとも今日ですね、ご参加のメンバーさん、各チームさん、そしてお客さんもぜひ、今年道の区よそこい祭り仙台へお越しくだされば幸いです。よろしくお願いします。さあ、我々の作品重ねですけれども、この宇都宮に一足先に桜をご披露したいと思います。たくさんのご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。頂点はっ。重ね、会場のお客様の選手の手拍子をよろしくお願いします。
ございました。ありがとうございました。